まあこんな感じで、あの大会皆さん、あの今シーズン出られるような感じなんですけど、どうですかね、なんか今ざっくりとなんですが、このメンバーでこういう話ちょっと聞いてみたいというのがあれば、今のタイミングでどうかと思うんですけど、何かあります？じゃあ、はい。西村の高田浩二さんっていう、はい、デッドリフト300キロ上げるすごい方がいるんです。ツイッターで見ました。あの、あれですよね、300キロ引いてるんですよね、ツイッターにポンと上げてる方ですね。あの、その方は羽賀さんとなんか、なんかいざ交流とかあったりしたっていうの、それをちょっと詳しく、なんかどういう感じになるな。めちゃめちゃピンポイントな、2人で撮りますかくらいな。交流、まあなんだ、高田くんと最初会ったのは2015年の学生大会。僕が4年生の頃で、彼が3年生かな。で、はい。で、両徳時代にやべえやつがいると。で、なんかもうバナナ食いまくって、減量なんてバナナ食ったらいいんだよ、みたいな。でも、なんだ、スクワットやるときも、なんかその興奮剤みたいな、それを3杯飲んで、プラスブラックコーヒーみたいな、とんだぶっ飛んだやつがいるっていうのは聞いてたんですけど、高田くんと僕はそうだな、大体その時は同じぐらいの成績だったんですけど、正直高田くんと筋トレ界隈で一番意識してるのが高田浩二くん。あ、そうなんですね。で、まあ僕もデッドリフト大好きだし、彼もデッドリフト大好きです。300キロ5発で一緒に400キロ目指しましょうなんて言われちゃって。400キロ目指しましょう。僕はとりあえず今年中に300キロ引ければいいなとは思ってるんですけど、唯一、なんだろう、ビビるっていうか、僕が、ゴートレしましょうなんて言われると唯一ビビっちゃう。殺されるんじゃないか。殺されないと思います、大丈夫。でもすごいですね。身長も体重もほぼ一緒なんで。ちなみに何センチになるんですか？私が179で、高田くんが81。ああ、そうか。で、オフの体重も105キロ、110キロぐらい。まあ、ちょっと彼絞った時すごいですけど、はいはい、まあ、仕上がり体重は置いといて、まあ、大体体重は同じぐらいなんですよ。だから余計意識しちゃいますね、高田くん。そういうことになるんですね。お二人ともそうか、学部出身なんですね。あ、そうです、はい、あ、そういうことか、はい。でもその頃の両徳寺って言ったら、まだ岡田先生がいらっしゃった頃です。岡田先生いらっしゃいました。そうですよね、はい。なんかあれですよね、あのトレーニングマガジンとかでちょうど学部の特集というか両徳寺 の、まあ、あのやってましたね、はい。私もその時あの学生だったんですけど、それを見てあのボディービル出ました。私もコンテストデビューは2015年だったんですけど。最近ですね。あ、そうなんですか。その時あの岩手で学生をしてたんですけど、はい、それが結構きっかけで、それのやり方とか、あの向井さんとか出てたじゃないですか。そう。僕がボディービル始めたきっかけって、その両徳寺の岡田先生と、もともと10代だったんですけど、はい、その顧問の先生がつながりがあって仲良くて、うん、おい、良平って言われまして。あいつを倒してこいって言われて、はいはい、向井を倒してこいって言われたのがボディビル始めるきっかけだったんですよね。そうなんですか。はい、まさか。へえ。なんかいけんじゃねえかなと思って。で、そっから始めたのがきっかけですね、ボディビルは。はい。そう、あ、なんか思いのがいろいろ話が開きましたね。その向井さんだったり、高田さんだったり。そうなってくると高田さん次行きたいっすね。ここのメンバーに高田さんが。優しいですからね、高田さん。あ、そうなんですね。優しいです。そうか。あ、高田さんのジムが一緒か。昨日とか一緒に会ってたんですけど。はい、あ、そうです。なんか自分がなんかきつそうにしてた量に見えたらしくて、ステフレッドデッドリフトっていう時にプレートを外してくれました。あ、いや、俺やるからって。超優しい。高田さんめちゃくちゃ優しいです。あ、そうめちゃくちゃ怖いですけど、めちゃくちゃ優しい。なんかちょっとツンツンしてる感じが、イメージがね、ツイッターだとあるんだけど、うん、意外と優しい。めちゃくちゃ面倒見いい人だと思います。あ、そうなんですね。ここまでね、いない人がこう、この動画の悪いところだと思うんですけど、いない人で盛り上がるっていうか、まあ次回になんか繋がるきっかけになればなと思ったんです、思いますけど。で、ノブさん、こんな、まあ、質問に対しての回答は、まあ、こんな感じで大丈夫ですか？ああ、はい。大丈夫です。よかった。余計なことばっか
話広げすぎて余計なことばっか言っちゃうんで。あ、もうそこはもうディレクターがもうバサバサ聞く。すみません。いやいや、でも今のところすごく収穫多いと思います。他何かこうそれぞれお互い聞いてみたいなこととかありますでしょうか。僕、浜さんにか学生ボディビルで出るきっかけを聞こうと思ったんですけど、全部話されちゃう。そうですね、かなりね、向井さんを倒してこいと言われたのがきっかけで、そうだ、でゲームボーイで、そんで遊んでたんです。ゲームボーイで。もう時代じゃなくて。ゲームボーイ で意識しすぎちゃって、でなんかライバル出てくるじゃないですか。はい、最初に出てくるライバルの名前の設定を向井くん。向井。おお、すごい。向井さんが現れたみたいな。向井さんが。手に遊んでました。そう。意識しすぎて。向井さんもでも背格好で割と近いですよね。180。高田くんも向井さんもほぼ。セット、体重が同じなんですね。そうか。彼も100キロ。そうですよね。まあ今はわかんないですけど、身長も180ですし。今だと一旦競技を退かれてるみたいですね。なんか、私もその元々、両徳寺のそこの、一緒にされてた方で、岡田先生の弟子のような、位置に当たる、方と、今、日体大の多分、水球とかのコーチをしてる方とつながりがあって、ベンチプレスさんだったんですけど、で、その方に会った時に聞いたら、今は、競技ちょっと離れちゃってるという話はおっしゃってました。なんかでもかっこいい体してましたよね、背高くて。背高いし、足も長いし。ね、はい、ああそうなってくると。そうなってくると、まあ、東さんは、まあ、私もそうなんですけど、まあ、背格好で言うと割とその辺に当たりますよね。なんか一昔前に、本当身長高くて強い人いっぱいいたんだなって感じがしますね。ああ、そうか。東さんだと、まあ、世代的に言うと少し下になるわけですよね。そうですね。でもまあ高田さんとは一緒にジュニアには出たんですけど。あ、そうか。はい、2017年ですかね。はいはい。出たことあるんですけど、まあちょっと世代はずれてますよね。なるほど。その世代、まあその羽賀さんの世代だったりで、そこから下にいる東さんだったり榎本さんの世代が今めちゃめちゃ熱いですよね。なんかジュニアのところもそうですし、その上には羽賀さんがどんどんいらっしゃるわけですし、どん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 。でもそうなってくるとね、まあ、こういうメンバーが10年後とかで日本選手権とかで出て活躍してたりとかしたら、すごくこの動画も貴重ですよね。ね、その頃もサイさんは世界でバカにたどってる感じですけど、世代ですね。そうですね。世代でいうと割と近い世代ですね。そうですね、23なので。そこでが21の代ですね。21、23で来月6です。26、はい、で年で20で、私も結構ね、実は誤解が多いんですけど、私もちょっと若くて、私28なんです。意外と割とその羽賀さんと世代一緒っちゃ一緒。なんかよく言われるので、この場でお話させてもらったんですけど、最初聞いた時は驚きました。いや、なんかそう、やっぱそうなりますよね。そう、意外と若くて平成なんです。2015年で学生やってましたって言われて、え、どういうことみたいな。私大学院の方まで行ってて、はい、その時に岩手県のミスター岩手に出てったところだったんですけど、そういう経緯。さあ、いかがでしょう。他なんか聞いてみてもあります。